歳、あ、16歳になりました。16歳の直弘です。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。一部はね、ビトロとして出演させていただいたんですけれども、2部の方はソロでステージ頑張りたいと思います。1曲目なんですけど、ちょっとビトロでね、披露させていただいたんですけど、ソロバージョンも楽しんでいただけると嬉しいです。それでは聴いてください。カツカイサイダー。ぜひ新曲を覚えてください。それでは次はカバー曲です。
タマウス。
元気出して。はい、ということで、告知を少しだけ挟ましてください。ですね、この後、先ほどみおちゃんも言ってらっしゃったんですけれども、この後移動してですね、花火見ながら食べ物食べながらオフ会みたいなやつをやるらしいんですけれども、レロさん、ジンベエで賛成しますので、ちょっと夏感出してね。みんなは、みんなジンベエとか持ってきてる？あ、残念ながら私服って感じ？じゃあちょっとジンベエになった気分で、堂々と私服でこれジンベエですって言ってみろの前に来てくれれば、ジンベエオッケーって受け入れるので、ぜひみんなで一緒にこの後のオフ会も楽しみましょう。そして明日もデカカワガタフェスに出演させていただきます。明日なんですけどね、みろちゃんちょっと、大忙しなんですね。ちょっと空とビトロ、空とビトロっていう感じで、一部と二部ね、2ステージずつ出させていただく形になるので、よかったらどっちのミヒロも見に来てくれると、とっても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 嬉しいです。そして、来週も大阪遠征になります。皆さん、広島県の人間なんですけどね、ちょっと大阪にいる方が会えるっていうのを今日聞きました。なので、大阪に近い方はすごい、いいことなんじゃないかなって思うので、ぜひ大阪のイベントもとっても会いに来てくれたらなって思います。ゆうちゃんのレコ発が来週ありますので、ぜひ皆さん来てください。あとスタマカさんとのコラボライブとかね。ね、撮影会も11日あったりするんでね。皆さん枠余ってるので、よかったらいっぱいお写真撮りに来てくださるととっても嬉しいです。よろしくお願いします。はい、それではみんな出てきましたか？あのツイートは。探した人、はい、おー嬉しい、ありがとうございます。これも CD もあるんで、今日聴きながら覚えて帰ってくれば嬉しいです。それでは聴いてください。妙本つつけから始まりますよ。よろしくお願いします。聴いてください。やばい、
してくれると嬉しいです。1枚だけじゃみんな足りないよね。はい、ぜひぜひお待ちしておりますということで、この後の物販とお二人もお待ちしております。以上、みひろでした。